寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して、秘密のドアを抜けてきて、 Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山尾と申します。ウイコレ実況を始めていきましょう。今日は何っつったら、もう今日はユーロ2020ボリューム2でございます。来ましたね、ボリューム2来たんですが、まさかのボリューム2でね、4チーム詰め込んでいきましたね。はい、なんとセレクト4人、ムバッペ、ラモス、ケイン、ノイアというね、なかなかでございますが、なんと今回も100以上にフォーメーションがついておりますと、ありがたい。いやー、欲しいねフォーメーション欲しいっすね。ムバッペこんな感じといいっすね。で、ただ他が、いや強いんですけど、なかなかその、金 EP とかはもらえてない感じっていうね。ちょっとなかなかどう使っていけばいいんだろうかですか。このラモスはめちゃめちゃ欲しい、正直。このラモスは正直めちゃめちゃ欲しいっすね。で、ブスケツさん相手のアルバがいると。で、イングランドもケインがね、相変わらず、良さそうで、マグワイア、スターリン、アーノルドと豊作ですね。ラッシュフォード、全100超えというね、イングランドすげえな。全100超えですね。イングランド出たら、もう確定であのフォーメーションもらえるみたいな。で、スターリングもね、ちょっと、スキルはいいんだけど、スピードスターっちゅうね、ちょっとようわからんと思ってるから。ノイヤーさんはうちにはね、ガーディアンのスーパーノイヤーさんがいるんで、ちょっと不要かなって感じで、キミヒも、スキル悪くないけど、無尽蔵のスタミナ。クロースも EP もらえずっていう。クロース欲しいな。EP 欲しかったなっていうところはあるんですけどね。ゲンドーアンとかもいますよと。で、まあね、ちょっと迷ったんですけど、まあせっかくのね、ユーロなんで、最近ね、ユーロのね、ハイライト見るのが楽しみで仕方ないですよね。いや、なんかフランスも負けちゃったし、オランダも負けちゃったし、なんか、まあまあ、ジャイキリっぽいの起きてて、結構熱いっすよね、今。いや、楽しみにしたいところなんですが、今日は2回目まで、22連まで、で2回目が一応ユーロね確定なんで、そこで金肌出ることを祈っていきたいと思います。確率はね 40% くらいだったかな。はい、それでは行きましょう。まず1回目、スイーどうでしょう。うん、金蹴りたいけど蹴らせてくれないよねマジでね、1回目はね金蹴れないですよ、自分。金を蹴らしてもらえないっていうね。いやー、ユーロ欲しいなーユーロくれないかなー。はい、誰だこれ、ブラシッチ、ちょっと知らない、ごめんごめんやけど知らなかったわ。ホフマン、ホフマンもいいかな。はい、ということで、ちょっとじゃあ今の一応売却しときますかね。よ、秋はさ、この売却が吉と出るか凶と出るか、タイミングずれましたからね。この辺もディアスはどうなん、ディアス取っといてもいい気がするけどな。キミヒとかさりげなく出てたな、気づかなかった。この辺はいいか、この辺もいい、この辺もいい、この辺もいらない、いらないかな。ヤブリは取っとこうか。はい、ということで2回目確定ですね。さあユーロ行きましょう。うわー、欲しいフォーメーションお願いします。ほっ、来たー、よっしゃー来たー。1回目爆死でしたからね。金旗ありがとうございます。ということで行きましょう。もう5枚ぐらいぶち抜いちゃってちょうだいよ。さあ、久しぶりに金旗見たな。1枚ね。ここでね、ぶち抜いちゃってくださいよって言って、1枚以外、あ、これ、地味に取っといてるんですよね。サイドバックできる。2001年、なんか若めの選手だったんで、取っといてもいいかなって思ってます。はい。はい、かぶっていく早々に。さあ、ここまでは70代。まだ80にはいかないですね。これいつもキラーだと思うんだよね、絵柄的に。これ一気に80代来る。
次来そうだな。ね、星5来そうですね。行きましょう。来ました。どこまで上がる？オタメンディか？来た。うわー、ここでまさかのオタメンパイセン来ちゃった。オタメンパイセン久しぶり。オタメンパイセンでもね、これ右サイドバックできないパイセンなんだよね。次行きましょう。いよいよ上がれー。いけ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 。ザハー。なんで？なんでなんだ。君じゃないんだ。君じゃないんだよ。お前じゃないんだよ。ノイア、お前のこと大好きだけど、うちの正ゴールキーパーのノイアもいるんだよ。なんかこんな予感したわ。あ、でも欲しかったフォーメーションだわ。複雑だ。欲しかったフォーメーションだけどさ、うわ、超久々にセレクト出たっていうか、もう自力でのセレクトめったにってこと、またノイア。ノイアな、前もってのって話ですよ。ちょっと見ます、皆さん。すげえな、なんかすげえ愛されてんだけど、ノイアに。オタメンディの方が嬉しいまであるわ。普通に見てこれ、ノイア、ノイア、どこ行った？はい、ノイア。すごくない？こんなにノイア当たる。しかもね、こっちね、難攻不落じゃないんだよね、確か。ね、なんかちょっと、ユーロさ、あんま強くしてもらえてないってあるよね。やっぱあくまで、フォーメーションが目当てっていう方があるらしくて。コナミもやってんなって感じなんですけどね。いや、マジか。で、不審フォーメを見てみましょうかね。これ、こっちか。あ、これはあるやつの T3 ですね。これで、適当に自動編成して、はい、これで、どこに EP つくかっていうと、キーパーにつくのか。何パーつくんだっけな？なんか7パーぐらいしかつかないんじゃなかったっけ？ちょ、忘れちゃったな。あんましょっぱいな、この。欲しいと思ってたような気がしたけど、なんかいざあれするとしょっぱいな。なんだこのフォーメーション。ドイツは、あ、15パーアップか。いや、まあ、いや、悪くはないけど、なんかしょっぱいな。他と比べるとなんかちょっとしょっぱい気がするんだよな。イングランドとかだって。もうこれとか強そうですもんね、普通に。なんかいっぱい EP つけられるみたいな感じで。いや、ラモスが欲しかったな。これいいじゃんね。これ欲しいわ、俺。これどこっすか、これ。イングランドじゃんね。ノイアーか。ノイアーか。ここで出るか、ノイアー。いやー、なんかすごいっすね。ウイコレってすげえな。なんか。こんなに、いや、だって逆にこのノイアめっちゃ欲しい人も絶対いるわけでしょ。キーパーあんまいい人いないみたいな。トレード指定はなんかセレクト。セレクトのトレード。ね、どうすかね。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。